積んどくとは救済である。お、それ誰の名言ですか。いや全然適当な。え、はい、ゆる哲学ラジオ、はいはい、平田時宏です。吉信です。はい、今日はねちょっと大学時代に、うん、課せられたレポートで、うん、僕がめちゃくちゃ自信ある回答をして出したのに、はい、C 得点だった。 ABCDE の中で、はい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 、C だったという、ね、おめちゃくちゃ悔しかった、うん、レポートがあるので、はい、ちょっとそれで何が問われたかっていうことを、うん、ちょっとヨッシーにねちょっと考えてほしい。何が問われたかをの答えを答えを、はい、分かりました。ちょっとね一緒に考えてほしいなと思って。まあはい、僕でいいのであれば、うん、はい、でちょっとその問いに移る前に、はい、ちょっと最近のねちょっと僕のお買い物事情をちょっと喋っておこうかなと思うんですけど、はい、今ありがたいことにですね、うん、バリューブックスさんから、はい、様ですね、様からですね、様からですね、はい、いや恩中かもしれない、はい、まあ、ここら辺はどうでもいいよ、事前団体の事前団体、事前団体じゃないよ、営利団体、はそこは営利団体よ、バリューブックスさんから、ね、うん、バリューブックスさんから、はい、書籍代をですね、はい、いただいております。ありがとうございます。ということで、はい、僕だいぶね本を購入することに対してのハードルがめちゃくちゃ低くなっていて、めちゃくちゃ低くなりましたね僕も。ありがたい。ちょっと迷ったらまあ買っちゃうかみたいな感じではいはいはい、一旦ね、そういう人生を今ちょっと歩んでいるわけなんですけど、うん、はい、最近それで家に大量に本が流入してきまして。そういえば先日もさ、トッキーとさ、カフェでさ、うん、お話しした時もさ、仕事帰りだったんですけどトッキーがね、うん、手提げカバンにも数冊入ってたし、はい、なんかリュックサック型のカバンにも本が入ってるみたいな、はい、なんか異常な状況 そうです、ね、こっちは今買ってきたんだみたいな、そう、仕事帰りに4冊買って常に2冊は持ち歩いてるっていう、ね、っていう恐ろしい状況だったんで、まあ、もう本に溢れてるんだろうなってなんか、うん、すぐ想像できますね。なので最近本棚新しく買いまして、おお、それまでちょっと平積みだったりとか、うん、ちょっと机にバーッと置いてたりとかしてたんで、うん、ちょっと買おうと思って、うん、ベルメゾンで、ベルメゾンでいい本棚があったんで、はい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 、買って、はい、やだって詰めたらね、うん、やっぱこうリビングでさこうソファーにしながらこう座りながらねはいはい、はい、本棚が見えるってやっぱ結構ねいい景色なのよ。わかります、本はそれインテリアにもなりますからね。そうそう、でもよく考えたらさ、はい、この中で俺何割読んだんだろうってあで、うん、そういう私もね先日本棚買って、本棚買いまして、うんうん、いろいろ入れてね、うん、過去ねもう買って積んでたのを入れてね、はいはい、同じこと思ってました。なんかいい景色だけど、うん、全然読んでねえなって思ってました、ね、うんうん、そう、はい、本棚はやっぱりちょっと反省を促してくるよね。そうですね、読めよっていうね、はい、反省を促してきますけど、やっぱね2割ぐらいかな俺読んでんの。あ、まあ、僕は多分ね数が少ないっていうのもありますけど、うん、まあ、僕は今半分ぐらいですかな。半分読んだ本、半分ぐらいですか。やっぱね買っちゃうんだよね。あ、まあでも、うん、でも必要だと思って、そうですね、これは面白いと思って、はい、買ってますから、うん、うん、まあ、そこはね許していただきたい。ふと気になった時に手元にあるかないかっていうのは、うん、本当に読むか読まないかの、ね、大きな差だと個人的には、そうっすよね、はい、擁護したいと思います、うん、はい、まあ、そんな感じでめちゃくちゃ最近本を買ってるんですけど、うん、一時期その、うん、このゆる哲学ラジオで喋るために買う、うん、まあ、だからそのバリューブックさんに出していただいてる分の本の量をですね結構増やしてて、うん、それって、まあ、哲学書になるわけですよ言うたら。あ、まあそうですね、基本的には関係ない本を、ね、うん、そうそうそう、出してもらうわけにいかないので、お金を、うん、はい、だから哲学の本を買ってそれを読んでそのお金をちょっとねいただくっていう形になってたんですけど、うん、それだとねやっぱり前回話したけどその哲学書って読んでも知識にならない。ああ言ってましたね、はい、うん、でも僕がラジオでやりたいのって
この哲学の理論って実はこうなんですよみたいな、うん、実はこの分析に使えるんですよみたいなね、うん、あの前々回の山野さんが VTuber に対してやったことみたいなのをラジオでゆるくやりたいなっていうのが僕の希望としてあるので、うん、でもそういうのってその山野さんの例で言うとポール・リクールの理論ばっかりやっても、うん、そこにはたどり着かない。そうですね、 VTuber を見るっていうことが必要になるじゃないですか。そうです、じゃないとあんなね、うん、あみたいな、そうそう、あんなうさだぺこらさんの真似できないでしょ、はい、できないわけですよ、ね、うん、はい、論文にあれ活字にできないでしょあれしてましたから、ね、矢印まで書いてあるそうそうそう、ねね、なので、はい、その周辺の本というか、はい、哲学以外の本を読まないといけないなというふうに思いましてね。でそのゆる言語学ラジオというね、あのこのフォーマットの、はい、あのポッドキャストが、ね、はい、ありますけど、はい、そこで最近あのゾミア、ゾミア会、ゾミア会ですとか、はい、そういうなんか面白い本をね見つけてくるんですよ。はい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 、水野さんとか堀本さんとかは、ね、はい、それをこう見つけてきてそれをこう面白おかしくこう紹介するわけですよ。すごいですよね、なんかそれ羨ましいなと思って、うん、でも僕がここでねあのこれあのダンカン・プリチャードの知識とは何だろうかっていう本なんですけどこれめっちゃ面白くてみたいなはいはい、はい、それはそれで、はい、それはそれで面白いかもしれないけど、はいはいはい、けどなんか僕がやりたいことは、うん、そのこれって実はがやりたいので、知識とは何だろうかっていう本を勧めたとしても、うんうん、それはもう知識論にこう興味がある人たちしか買わないわけです。そうだね、なんか分かんないけどね、それこそ漫画のね、うん、ワンピースおすすめです、うん、なぜかというとこのワンピースって実は哲学的に考えるとこうだからなんですみたいなことがね、そう言いたいんだよね。そっちの方がいいじゃん。僕も本当は同じなんですよね、うん、はい、だからやっぱ哲学書ばっか買ってちゃダメだなと思いまして、ちょっと他の本、はい、でまずちょっと図書館に行って、うん、その新書の中から自分があの興味あるんだけどその哲学とは関係ない本を読もうと、うんうんうん、でまず新書に限ったのはやっぱ通勤時間中読みやすいから。そうだね、うんうん、やっぱね会社員になって気づいたけど新書はいい。あ、新書はいいよ。わかります。僕もねあのこの同じような悩み持ってて、うん、ゆる生態学ラジオを始めるまでは、うん、あの多分ねあの時浦さんとかよりは僕読書習慣ないんですけど、うん、僕大体本買うとしたら新書でしたよ。ああそう、もう本当に新書コーナー見て、うん、面白そうなタイトルを見つけて手に取って、うんうん、パラパラなんとなく見て面白そうだなと思ったら買って読むみたいな、はい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 、そういうことしてたので僕は基本その分厚い本とかは全然、うんうん、まああとお値段的にもね、まあそうね手軽だし、うんうん、あとまあ書かれ方もね一般向けだったりするので、うん、まあ僕もやっぱ新書面白いっていうのは同じ意見ですね、うんうん、はい、なんかね僕は講談社現代新書とかが結構好きで、あの四角の四角の色がいろんなカラフルな新書ですよね。あちょっとね色集めたくなるんですよね。わかりますわ、ね、かります、うんうん、まあ、新書は結構読みやすいですし、うん、 かる、まあ、かといってね岩波新書で最近出たあの国分先生のスピノザとかは あるんですか、はい、あの割と分厚くて中も濃密で、はいはいはい、あのね、読むのに結構苦労するような新書もあったりとかね、うん、するので、はい、新書だからといって必ずしも優しいっていうわけではないんですけど、まあそうだね、はい、まあ、内容によってはなんかかなり面白くあの書かれていて、うん、最近だからそれで図書館で借りた本は、うん、なんだっけな、ユーミンの罪っていう、おー、ちょっとこれまだ読んでないので、はい、ちょっとどういう本かわからないんですけど、なんだろうね、文化論とか音楽論とかそういう話なのかな、うん、なんかそういう感じにね、ちょっと僕は受け取ってこれ面白そうだなと思って、うん、今ちょっと読んでる最中になりますけど、はいはいはい、まあ、そういう感じでね図書館でまず借りてあの哲学以外の本を少しちょっと読んでみています、うん、まあ、なのでもしこのラジオでなんかあ平田がなんか哲学以外の本から引用したなって思ったら、まあ、この時期から読んでるっていうふうに思っていただければなと、あ、素晴らしい、うん、思う、はい、んですけど、はい、それがねめちゃくちゃねいい収穫があったんですよ。お、別の哲学以外のものを読んだことで、はい、いい収穫があったと。あ、というよりはね、はい、そういう方針で本を選んだ結果、あ、はい、面白い本に出会いましたっていう、それは何でしょう、話なんですけど、はい、この前ね神保町ブックフリマだったかな、はい、っていうのがあったんですよ、はい、神田祭りって知ってます？
神田カレー祭りならもう神田カレー祭りは違う違う神田カレー祭りいいですよね。あのちょっとしたね一口サイズのカレーいっぱいね食べれてね、あそれ面白そう、お箸で投票みたいなね、あそれ面白そうだな、はい、それいつやってんのそれ、はい、あれいつなんだろう、じゃあ分かんない、なんか僕もなんか気になってあの、うん、やってるって聞いたらフラーっと行って、うん、あのフラーっと食べてフラーっと帰ってくるみたいな、ちょっと今度行こうそれ、あぜひ神田カレー祭り、神田カレー祭り行きましょう、神田カレー祭りの話じゃないの違った神田祭り、神田祭り、あ神田祭り、おなんかねあの龍角さんの CM でなんかよく出てくる、うん、なんか声を出すね、はい、なんかわっしょいわっしょいみたいな、多分神田明神かなんかの関係かな、そうそうそう、うん、だと思います。はい、でね、あのその神田祭りがやってる日と同日開催だったんですよ、その神保町ブックフェアっていうの。おお、人すごそう。で東京の地理的に言えば神田と神保町はもうほぼ同じ位置に、うんね、うん、あるので、もうね街中をね反転を着た人、あ若男衆とか、あいいね、がねもうふんどしとあの反転でケツ見えてるんですよ、うん、まあまあまあケツ見えますね、うわケツ見えてると思って、見えますね、ほっぺたとほっぺたが見えますね、そうほっぺたとほっぺたがね、はい、見えるでしょう、はい、でなんかそこになんかその若いその赤ちゃんを連れた若夫婦とかがあいそういそういろいろわーっていて、すげえなと、うん、陽キャの祭りと陰キャの祭りが同日開催されてるなと思って陰キャの祭りっていうの分かんないだろお前ブックフェアに来る人ブックダフリマ、うん、に来る人たち陰キャって言いたいのか、いやあのね僕みたいな人がいっぱいいたそうか、じゃあそうですね、うん、陽キャの祭りと陰キャの祭りが、そうそうそう、出会うはずのなかった2つのキャラクターが出会っちゃったんだ、うん、神田という街で、そうなんですよ、はい、でもね神保町ブックフェアねこれすごかったのよ。ほう、何がすごいかっていうと出版社がそれをね、うん、主催してるの。おお、あそうなんだ、主催たる出版社なんだ。そうだから、えなんで本を売る人が出版社なのよ、はい、で出版社の例えば駐車場とか、うん、その奥のなんか倉庫とかに店舗を構えてて、うん、そこで新刊を 20% オフとか消費税の分 10% 割引とか、あとなんかねおかしなところがあって、うん、作品社、はい、作品社さんっていうね、これ結構な出版社なんですけど、はい、こことかねなんか算数できないのか分かんないんですけどなんか全部1000円で売りますみたいな一冊1000円みたいな、これ3600円ですけど原価みたいな、へあそういうこと、1000円で売られてたりとか、そうなんだ、うん、古本じゃないんだ、ごめん俺ね勝手に古本祭りなのかなって勘違いしちゃって、古本じゃないんですよ、じゃないんだ、出版社が新刊を出してん、あだよね、そう、いや今俺最初さ古本を売るためになんで出版社が金出すんだと思ったらそういうことね、そうちゃんと新しい本を出すんだ、うん、新しい本を出してて 20% オフとかね、うん、かなりでかいんですよ、うんうん、やっぱ本って割引かれること少ないですから、めったにないですよね、ね、うん、めったにないんだけど、その神保町ブックフリマでは、うん、その新刊を出版社の編集の方かちょっと分かんないんですけど、うん、出版社の方から手渡しで本を買えるっていうイベントで、なかなかないですね、うん、なかなかないね、面白いね、すっごいいいイベントだったんですよ、なんかちょっと出版社の裏側も見れたりとか、うん、うん、なんかね制度者さんもなんか、はい、多分ちょっと算数できないので、はい、なんかみんな算数できねえな、本は全部半額で雑誌は全部800円っていう、もともと1600円ぐらいの雑誌が800円均一ですみたいな感じになってて、えおかしくないみたいな、不思議だね価格値段設定どうしてんのみたいなそう、不思議だね、作品社さんとかはね、あのもう終盤になって、うん、竹久夢二っていう、はい、まあ、画家小説家の人のなんか全集三巻本みたいなのが、あでも高そう、うん、一冊ね普通に買ったらね2500円ぐらいするの、はい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 、1冊だから7000円ぐらいになるんですけど、全部で、ね、うん、だからそれがね3冊1000円でいいよみたいないやどうしたどうしたどうしたおかしいでしょうと、おかしいね、算数できないですよねみたいな、できてないね、うん、なんかねそんなねもう出血大サービス、本当にそんな感じだね、うん、でそんな神保町ブックフェアに行って、はい、僕はその聞いたことがない本、うん、ツイッターとかでも宣伝がされてない、うん、あの僕が知らない本で、うん、哲学とも関係がない、うん、あの掘り出し物の本を探しに行こうと、はい、ああまあいいきっかけだね、うん、こういう時がね、でその結果ですね、はい、買えたのがめちゃくちゃ面白そうな本だったと、おお、めちゃめちゃハードル上がってますよ、面白い本をさ
人に紹介したい時ってさ、うん、なんだろうな、その書評とか、うん、出版社がツイッターで言ってたとか、うん、そのツイッターで話題になってた、ネットで話題になってたの本をさ紹介するのってさ結構さ簡単じゃんか。まあそうだね、なんかちょっとあれもあるもんね、俺だけが言ってるんじゃない、うん、みんなが言ってるんだから本当に面白いよって言うためにも、うんうん、言いやすいからね、うんうん、けどね俺はちょっとそれをねひっくり返したいっていうか、ほう、俺が見つけたっていう、あー、はいはいはい、ほんほん、俺が見つけたんだけど全然話題になってないけど面白いんだよって言いたい。でも分かります、あの僕もアマナジョクなんで、うん、あの絶対読んだことがいい、うん、読んだ方がいい、うん、けでもなんか名著すぎて、うん、名前はめっちゃ聞くのとか手に取らないですもん、うんうん、あの絶対読んだ方がいいのに、うんうん、そう、僕もね天の弱なんですよ結局は。あの堀本さん、はい、堀本さんがね、はい、収録のたんびになんか、はい、プロジェクトヘイルメアリーっていう本が、あ、はいはい、面白いっていうことをおっしゃっていて、はい、してましたね、はい、でそれねこの前ブックオフで見かけたら、うん、あの2巻セットで3000円ぐらいになってて、あ、なんか全然割り引かれてないな、割り引かれてないやっぱ、ね、人気なんだねってことは面白いんだなと思って、まあ、手に取らなかったんですけどはい、はい、やっぱこう人がこう面白いって言って教わったものはもう一つもう持ってるものになるので、わかる、ね、もう在庫してるようなもんじゃんかそれって、わかるわかる、あの超古典とかは別だよね、うんうん、あの比較的新しい本とかはなんかね分かるよ、どうしてもね流行り物に手を出せなくなっちゃう、そうなんだよね、分かりますその気持ち、自分で自分の首絞めてんだよね、そうそう、別に誰に見せるわけでもないのにさ勝手にそっと読んどけよって感じなのにさ、あまりの尺僕が出ちゃいます、うん、発生するんだよね、なんか僕みたいな人間は新書の帯とかで、うん、あのあれです、あの新書の帯にさ誰々さん絶賛とかあるじゃないですか、はいはいはい、あれ結構逆効果になってます僕、あーこの人が絶賛するんだったらちょっと今はいいかなとか、なんかいろいろ考えちゃうんですよね、うん、この人をこの絶賛のとこにこの据えたのは、はいはい、多分こういう人たちをターゲットにしてて、うんうん、こういうターゲットの人たちが読んでるんだとしたらなんか読みたくないなとか、うん、そういうところで考えちゃう、もう大バカ野郎なんですけど、あの、それで言うと、はい、あの僕、次の回は、はい、あのちょっと国分光一郎先生の哲学を扱おうと思っているんですけど、はいはい、まあ、その関係で暇と退屈の倫理学っていうね、はいはいはい、本を読んでるんですが、はい、それね2つあって、はい、太田出版さんから出てる赤い分厚い方と、はい、新潮文庫だったかな、あから出てる、白い文庫本、うん、なんかありますよね、もともと違う出版社で、うん、文庫本になるときにちょっと別のまたところに移ってみたいなね、そうそう、うん、ありますよね、まあ、っていうのがあって、はい、で僕が買ったのは分厚い太田出版さんのもともとあった方を購入したんですけど、うん、はい、あのこっちの白いね、あの暇と退屈の倫理学の方は、うん、なんかね東大京大政教で一番売れた本みたいな、わかります、書いてあって、わかります、こっちは買うわけにいかない、それわかります、めちゃめちゃわかりますわかるわかる、あのあ学歴コンプってわけじゃでもないんだよな、全く同じ経験があって、はいはい、あの僕が大学生の頃だったと思うんですけど、うん、富山茂彦さんっていう、富山茂彦さんっていう、まあ、英文学者、うん、あの結構あの乱読のセレンディピティとか、うん、あとはねあの、有名どころどれだったっけ、まあ、とりあえずねどれかがね、うん、東大教政教京大政教かで、うん、1位みたいなのがあって、はいはい、全く同じ経験じゃんそれあのその方が亡くなられたってニュースをまず見て、うんうん、で僕はあの、そんな方がいたんだと思って調べたら、まあ、いろんな本書いてて結構売れてたと、うん、ああなんかちょっと読んでみたいなと思った時に、うん、なんかこの方のそのなんだろう著書リストで、うん、まあ、有名な著書リストみたいなんで一番上にあったの本がその東大京大政教ナンバーワンって書いてあったんですよ、はいはいはい、なんか思考の生理学とかだっけ、なんか そんなんがあって、なんかあはい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 、はいね、でそれを読めばいいのにそれはもうそう書かれてしまった時点で僕はもうね天の弱発生してしまい、あ読みたくないと思った結果手を、ね、祈ったのがあの乱読のセレンディピティっていう、はい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 、こっちも
なんか名というか有名らしいけど、うんうん、けどあの東大京大生協ナンバーワンじゃないからこっち取ろうと思ったっていう経験が全く同じ経験がありました、ね、うんうん、はい、あ、分かるわ、一緒です。あれ逆効果の場合ありますよ。帯ない方がいい場合もあります、はい、ありますよ、うん、こういうあの天の尺をあの置き去りにする可能性が多数派かわかんないけど、ね、少数派だと思うけどね、少数派だと思うけど、うん、全く同じ。まあそういうねちょっと天の尺な部分があるので、はいはい、あります、はい、あのちょっと一冊だけ、はい、ちょっとこれはちょっと気になって買いましたっていうものをちょっと紹介しようと思うんですけど、ちょっと今日実物はねちょっと持ってきてないんですけど、うん、白水社さんで買った小説で、はい、掃除機ってタイトルなんですよ。そう、へえ、小説で掃除機。掃除機。手には取らなそう僕。でしょ？うん、でこれはね帯がね有効に働いたんですよ。ああ、はいはいはい。逆に、はい、それね僕も見てて、あ、なんか掃除機、うん、面白いのかなとかって思って、短編集なんですけど、でなんかね結構著者が結構賞を取ってるような、あのだから、まあ、なんだろう、あんまりねそう、はい、知られてないけど、はい、ちゃんとした方が、はい、あの書いてる本なんですけど、はい、その掃除機っていう 本のその掃除機っていう短編は、うん、なんかね引きこもりのがいる家族の生活を掃除機の目線から語るっていう。おー、独特。そう、はあ、これめちゃくちゃ面白くて、はあ、なんかねこう引きこもりになってる、はい、女性が主人公なんですけど、はい、その人が掃除機と会話してるんですよ。あ、で掃除機もなんか喋るんですよね。あ、もう喋っちゃってんだ、うん、あまあ分かんないか、その人に急にその引きこもりの女性が叫び出すシーンがあったりとか、うん、なんかね結構ね面白いと思って、掃除機の目線から書くって、ね、なかなかないなみたいな。なんかごめんなさい、もう僕はさっきから頭の中を締めてるのが、目線って多分そういう意味じゃないとは思ってる、分かってるんですが、掃除機に目があるとしたらどこなんだろうっていう謎の考えが僕の頭を今締めてまして。多分ですね、はい、あのヘッドの部分です。あ、一番ヘッドですか。シュモクザメと同じ部分。そういう、ああ、いやなんか思ったんですよ、うん、シュモクザメスタイルなのか、うん、掃除機をなんか象のように捉えて、あれが鼻だから、うんうん、こっち側に目があるのかっていう、もう謎の考えを今頭締めてて、すいません話半分ぐらいしか聞いてませんでしたけど、まあでも面白いですね、シュモクザメ部分だと思うんですよ。なんかね掃除機はその、はい、下から床を這うような目線だみたいな。ああ、じゃあこっち、這うならこっちだね。そう、多分ヘッドの部分だと思うんですけど、床を転がるようなだったらこっちだったかもしれない、うん、そうだね、そうだね、はい、で、はい、あのなんか掃除機あるあるみたいなことがなんか書いてあって、なんだそれ、なんかその掃除してる時にその掃除機の方から見ると、いやこんなもん吸い込めないわみたいなものが落ちてて、それをなんか無理やり吸い込もうとするだとか、なんか靴下が落ちてて、それをこう掃除機が吸っちゃってこう引っかかって取るみたいなのがなんかよくあるけど、お前ら人間よく靴下が落ちてんの気づかねえなみたいな。そもそもね、普通そんな大きいもの落ちてたら気づくだろうみたいなのが掃除機の目線から書かれてて、これってなんかあのすごい大枠な例えで言うと、あの我が輩は猫であるの掃除機版だと思うんですよ。確かにね、我が輩猫であるも猫目線でね、そう、猫目線でずっとやってるけど、はいはい、この掃除機って作品はその猫が掃除機になったように、掃除機が人間社会をなんかこう批判皮肉っぽく見るみたいな、あ、面白いね、そういうなんか挑戦的な本に出会いまして、はい、でこれ掃除機ってタイトルだけだったら絶対読まなかったでしょ。絶対絶対読まないね。もう超絶名作なのか、もう、うん、もうただの無名の方なのか、どっちかって思っちゃう。カフカ掃除機ぐらいじゃないと読まないでしょ。カフカ掃除機は、うん、なんかね、ちょっと、あの、変身のね、そうそう、どういった類でね、そう、掃除機で今回変身したんだな、みたいな、そういう。あれ、変身シリーズじゃないから、ね。変身シリーズじゃない。うん、まあ、なんか、まあ、書いてそう。なんかちょっとシュールなね、シュールな感じで書いてそうだけど。うん、でも、そう、白水社から出てる、うん、白水社って結構語学、とか、はい、あとまあ文国世樹っていうもののシリーズとかが有名で、はい、黄色い新書みたいな、黄色い真っ黄色のマスタード色の、へえ、あ、ちょっと分かんない、新書みたいな感じなんだけど、それも有名で、だから白水社といえば、文国世樹か、うん、まあ、語学の本、
ニューエクスプレスとかが有名かな。ニューエクスプレスって白水車、白水車ですね。そうなの、知らなかった、はい、うん、なんかそういうものがなんかこういっぱい置いてあるんだけど、うん、その中に小説があって、しかも掃除機ってタイトルで、ね、帯にそのなんか引きこもりのいる家族を掃除機の目線から書いた一作とめちゃくちゃ面白そうじゃんと思ってそうだね、ちょっと良ければちょっと買ってみてください、はい、そうね、普通の本屋にあんのかどうか分かんないけど、はい、僕はでも初めて見たし、はい、ツイッターでも知らなかったし、はい、結構出版社の情報はチェックしてるんですけど、はい、それもちょっと知らなかったので、はい、これはいい本に出会えたなと。合計でね6冊ぐらい買ったんですけど、あーいろいろか、びっくりした。掃除機は6冊買ったね、はいはい、そんなになんか鑑賞用と掃除機に吸わせる用途みたいなのはないから、はい、そうそうそう、はい、他のもねいろいろ買ったんですけど、ちょっとここで全部6冊これ買いましたっていうと、うん、あいつあそこから引用してるじゃんみたいな感じになるからねちょっとこう秘めておこうかな。あ、分かりました、はい、思いますけど。ちなみに、まあ、あれですよ、あの今僕たちのこの話の流れって、僕たちって天の弱ですよねという話の流れから、うん、おすすめされたじゃないですか、うん、さあどうなることやらってことですよねあ、なんかパラドックスが生じますよねそれそうですね、はい、パラドックスかな、ジレンマかな、ジレンマかな、ジレンマだ、天の弱のジレンマだよね。天の弱のジレンマ、天の弱1は掃除機を買いましたが皆さんはどうでしょうかっていうね、天の弱のジレンマですね。積んどくとは救済であるという言葉から始まりましたけど、はい、なんかそんなんだったね、うん、積んどくって言葉だけ覚えてたあのね、でそれで僕の家にその神保町ブックフリマで6冊僕が買っちゃうみたいな感じで、はい、あの1回の買い物あたりで増える本の数が尋常じゃないんですよ、はい、大丈夫か部屋、うん、だからどん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 積んどくの本が増えてって、うん、多分今2割ですけど多分1割とかだんだん減ってくるんじゃないかな、はい、5% とかになってくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あのこれの関係で、はい、ちょっと言いたかったのは、はい、その大学時代に僕が中国思想の講義をね、はい、受けた時に、はい、まあ、課されたレポートで、はい、あの僕が C を満足のいく自分で回答をやったのに C を取ってしまったっていうね、はい、もので正解が分かんねえぞっていうのがあるんですけど、それが、人はなぜ、本をたくさん買うのか、え、中国思想の文脈で、そう、はあはあ、人はなぜ、はあはあ、蔵書をするのか、はい、まあこれを言い換えれば人はなぜ積んどくするのかとも言い換えられると思うんですよ。うん、で、まあ、だから結構深遠な問いなんですけど、これ中国のね思想っていう風に言いましたけど、はい、確かその四庫全書の話をしてて、四庫全書懐かしい、そう、世界史でキーワードだけ覚えた。四庫全書って秦のね、はい、日清戦争とかの秦、あ、そうです、清い秦 の、ね、の乾隆帝の時代に行われた、乾く流星の流星、ね、そうそうそう、乾隆帝の時代に行われた国家事業で、ね、はい、まあ、そのいろいろね中国全土の本を集めるぞみたいな、うん、で中国全土の書籍の目録と、うん、なんか特に重要な書籍をこう集合させて、なるほど、ね、集めました。でこの時ね約8万巻の、すごい、書籍が集められて四庫全書、すごいね、秦の時代にも8万冊っていうのかな、うん、8万種類、まあ、8万巻だね、巻か、うん、もう出てたって、やっぱ中国 、うん、文化恐ろすべしって感じ、ね、やっぱすごいよね、すごいね、やっぱ、うんうん、でそれでそのいろいろ中国の歴史でも、うん、個人でいっぱい本を持ってる人とか、あとはなんか、はいはいはい、紀行本って言ったりとか、うん、紀書とか言ったりする珍しい本、うんうんうん、あ、そっちの基礎か、そうそうそう、はい、あとはね天下の古本って言ったりするんだけど、天下の古本、孤独の子で本、へ、だから1冊しかない、この世に1冊しかない本とか、レアだね、うん、だから本コレクターだよね。あー、はいはいはい、わかる。でもあるよね、うん、Amazon とかでさ、うん、古本買うとさ、なんかコレク
ったよみたいな、なんか書いてラベリングされてたりしないっけ。あるあるある。あるってことはコレクターがいるってこと、ね、いるってことね、コレクションしてるやつがいるってこと、ね、そうそうそう昔からいるんだ。そうで、なんかそういう人たちが本のコレクターがいて、うん、蔵書家って言われる本のコレクターがいて、その四庫全書を作るときにもその本のコレクターから寄付してもらったりとかっていうことがあったらしいんだけど、はい、その講義の終わりに、うん、じゃあなぜ人は本を溜め込むんでしょうか、読めもしないたくさんの本を大量に買って個人レベルで保存するんでしょうかっていうのを問われたんですよ、レポートで。書き終わった人が、は帰っていいですよみたいな感じで、はい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 、僕はねどういうふうな答えを、そうですね、自信満々ね、はい、そうっていうのが、はい、僕もその時は本が好きだったのですけど、うん、これの原体験を追っていくと、うん、あの小学生の時に、うん、あの僕姉がバレエをやってて、バレーボール、あ、そっちのバレー、バレーボールをやってて、はい、それがなんか部活かなんかでやってたんですよ、うん、でなんか僕はなんか姉と一緒に帰んなきゃいけなかった、うん、まあそういうルールがあったんですけど、うんうんうん、姉がだからバレーボールをやってる最中に僕は暇だったんですよ。ああ、待たないといけなかったのか。そう、うん、でその待ち場所が図書館だったんですね。ああ、そうなんだ、うんうん、で僕をこう育ててくれた親もなんか本は読みなさいと、うんうんうん、もう本は読んでなさいみたいな人で、はいはい、結構僕に本を読むことを勧めてくれて、うん、僕は本好きに、あ、そうなんですね、なったんですけど、うん、やっぱね本ってなんだろうな、人生が充実してる時とか満足にいってる時ってあんま本読まないと思うんですよあ、うん、まあわかりますよ。そう、僕も、はい、図書館にこもってる時っていうのは僕は、うん、時期が長かった時期は、まあ、大体僕の悪い時期、浪人してるとか、うんうん、高校に行かなくなってる時とか、はいはい、そういうのばっかりですもん、うん、はい、僕もね中学3年生が一番よく本を読んでた。あ、受験から逃げたくて本を読んでたりとかね、はいはいはい、してたんで、はい、これだと、うん、つまり本をが好きな人とか、うん、本をいっぱい買いたい人っていうのは、うん、まず本に一回救われた経験があるんじゃないか。はい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 、はい、本を読むこととか、うん、図書館とか、うん、本屋さんに救われたことが、うん、はい、心をこうそこで安らかになった経験があるんじゃないかと、うん、ああいいなんかね、うん、原体験の感じで。そう、はい、でそこでじゃあ自分のそこから本屋で本を買って、うん、自分の書棚に溜め込むっていう行為は、うん、まあ、まずその寄付、うん、というかね、その教会制度でいうとこの寄付、うん、になるんじゃないかと。お、どこ、つまりその本屋が教会だとして、はい、本屋が教会だとして本に救済された人は、まあ、その教会のためになってほしいから本をまず買います。なんか、あ、まあ分かりますよ、そういう気持ち、うん、ね、うん、でそれでこう本業界、出版業界に対して自分が貢献できるように、うん、そのお金をまず与えますと、うん、でそのまあ対価として自分は自分の好きな本を手に入れて、うん、でそれをこう書棚に置いてそれをどんどん充実させていくことで自分の好きな本棚ができますよね、うん、本棚、それっていうのは自分向けにカスタマイズされたミニ教会なわけですよ、うん、あ、すごい解釈してるんだ、すごい、まあ、でも確かにそうだまあだから言うたらこれはその、はい、キリストの血であり肉であり、おロザリオであり聖外婦であるんじゃないかみたいな。お、そう、そこまで解釈しましたか。そう、だから人間はなぜ、人はなぜ本を大量に買うのか、それは本に救済された人が自分の手元に置くロザリオを作っている。おすごい、すごいこと書きましたねって書いたら C でした。 C だったC か A。 ちなみにこれは正解なのはあれですか、うん、この流れで言うと、うん、なんか読むためじゃなくてコレクションだとかなんかね、多分記録の保存とかなのかな、うう人類の英知の保存とか、あ、 そっちなんだ。いや、わかんない、これ本当に答えがわかんなくて。あ、まあ、そうだよね、レポートだからね、うん、まあ、なんかね C っていう評価だけ返ってきて終わりだもんね。そうそうそう、フィードバックも何にもなかったから、何もないよね。
そう、な何がね正解だったかねちょっとわからないですよ。でもこれはね、なんか先生になんか気に入られてなかったから、なんかそういうのなんかこいつ調子乗ってんなみたいな、またポエムみたいなこと書きやがってみたいなことで減点されたのかもしれないし。でも僕も同じ体験があって、うん、僕もあの 大学生時代にあの倫理の時間、うん、授業で、まあ、なんかすごい独特な先生がいらっしゃったんですけど、うん、なんか確かね前期でなんかね、なんだっけ、なぜ人は宗教を信じるのかみたいなテーマをのなんか小論文みたいなのを書いて、うんうん、はいはい、なんかめちゃめちゃいい評価もらったのよ、なんか確かに。で調子乗って後期になんか、うん、なんか独自の持論を書きまくって C 評価みたいなのをもらった記憶があったので、はいはい、まあ、なんか同じようになんか調子乗って持論書きまくったら、うん、あの C 評価もらったみたいな同じ経験したなって今思って、うん、ちょっとね、もうちょっとなんか授業の内容、講義の内容をなんか入れるべきだなみたいな中国思想の そ, う、ね、その文脈の中でね、講義であんまりちょっとキリスト教っぽいあれは入れるべきじゃなかったかなっていうね確かにことはね、ちょっとあの反省はしてるんですけど、確かにその先生からするとね、この授業を受けてなくても書けんじゃんって思っちゃう。ああ、そう、だから多分その原点があったのかな、まあ、ちょっとなんかあれだけどね、なんかハックみたいな感じで嫌だけどね、その授業の単位取るためのハックみたいな感じで嫌だけど、うんうんうん、まあでもすごい意見だと思います僕は。はい、ちなみに何だと思います、人はなぜ積んどくするのかっていう。積んどくするのか、うん、むずいね。積んどくするのかって言われると、なんだろうな、自分のやる気や能力を過大評価してるからとか思っちゃうけど、積んどくって言われるとね、うんうんうん、ただまあコレクションとかみたいな文脈で言うと、うん、なんかあれはあるんじゃないですか。一つは、まあ、インテリアとか、あとは見せるための、うん、あの知識持ってます武装というか、はいはいはい、みたいなのはまああるんじゃないかなと、うんうん、なんか受験期に受ける気もないけど難しい大学の赤本積んどくとか、はいはいはい、あるね。まあなんか浪人っぽいね。これはね、僕が偏った目で見てるだけかもしれないですけど、うん、僕はあのいわゆる知識人だとか、うん、あのなんだろうな、賢いとされてるご意見番みたいな人たちが、はいはいはい、あの自分の家の本棚の前で、うん、なんか喋ってたりするの、うん、なんか嫌なんですよ。はいはいはい、なんかこの後ろの本の量で説得力出そうとしてないみたいな、はいはいはい、思っちゃったりするんですよね。あまあまあ名前を出さない方がいいか、なんか前ね、とあるね、なんかご意見番みたいな人がの、うん、なんか自宅の様子を多分撮るちょっとした、まあ、ドキュメンタリーじゃないけど、はいはい、みたいな時にね、机の上にものすごい本とか書類が積み上げられてるんですよ。でなんかいろいろ言ってたんですよね。なんかいやまあちょっと片付ける時間がなくてさとか思ってるんですけど、うん、僕はいやそれ誇りに思ってない、あなたそのなんか積み上げてることって、はいはいはい、僕は思っちゃうんですよね、うんうん、そういう意味で言うとなんか、威嚇のため、威嚇のためね、はいはい、みんな威嚇するため、理論武装じゃないけど、そう理論武装じゃない、なんだろう、見た目で見た目だよ、ね、理論武装してるかのような武装みたいなのをするためってのもまあ少なからずあるのかなと、うん、あとは自分のためだったらもうあれですね、完全に僕の場合は自分の能力を見誤っている、はいはいはい、俺は読める時間もあるし読む能力もあるしって思って買って読まない、うんうん、っていうことかなと。それはねあるよね。なんかその本屋で見た時は、うん、絶対これ面白い、うん、絶対これ読むって思うんだけど、やっぱ仕事で疲れてきて帰ってたりとかね、するとさ、やっぱ、うん、今じゃないかなみたいな ね感じになったりとかね。そうなんですよね。大学時代の、まあ、僕の答えからすると、うん、僕は積んどくを救済だと思っていますけど、いい、ね、これをね、あの聞いてくださっている赤学であられる皆さんはね、はい、どういうふうに思っているのか、ぜひコメントとかお便りとか、ね、で教えてください、はい、ぜひ積んどくは威嚇派であるという意見がねもし僕以外にもいるのであれば、うん、ぜひ聞きたいので、はい、あとは自己能力の分析不足課題評価しすぎ、課題評価しすぎ、はい、っていうことも全然あると思いますけど、うん、はい、あると思いますので、はい、ちょっと皆さんの、あの答え、うん、僕だったらこう答えるよということを、ね、うん、あ、ぜひ知りたい、はい、教えていただければと思います、はい、ということでね、あのゆる哲学ラジオ今回はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。